ヤフー知恵袋から質問拝借のコーナーパパパパチチチチということで、えーはい、今回もですねあの前回と同じくサナさんに来ていただいております。ありがとうございます。<laughs> お願いしますあの前回も紹介しましたけどあのサナさんも YouTube チャンネル持っててですねもう 女の子をもう食べるんだみたいなラーメンをですね、もうどんどん食べていくという、あの、はい、若者にしかできない <laughs>、<laughs> やってらっしゃいます。あの、はい、説明欄のところにですね、URL 貼っときますんで、あのご興味のある方はぜひ訪れてみてください。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。では、あの、早速ですが、もうお時間もありますので。はい あの質問に参りたいと思います、はいえー。こちら、ID は非公開さんですね。はい。えー、質問短いです、えー、けど、うん、ちょっとし、えー、真剣な質問です。はい。はい、成人式でどこのが大学に通っているか聞かれますか自分は高卒で社会人なので、うん バカにされないか心配です。ちなみに、うん、家庭の事情で就職したので勉強ができないわけではないです。うん、のことです。学歴差別に関する質問ということですね。うん、しかも成人式の晴れの舞台でということで、うん、これは悩みますよね。うん すね、私は幸いにもですね、幸いにも勉強全然しなかったんですけど、なん、はい、とかかんとか受かった大学があって大卒ではあるんですよ。<ー> <laughs> けど、高卒になりかけぐらいのところまで成績悪かったんで、この人の気持ちちょっと分かります。ああ<ー>、はい、そうなんですね。ちょっとだけですけど、はい。どうなんですかね。 そうですね。成人式では、まあでも、学歴とか、なんか大学の名前とかを聞かれた記憶は全くないですね、正直。あ私もないです。はい、そうですよね。はい。でもま,まだ成人式行ってないから、やっぱり心配なんですよね。うんうん、うんうんうん。はいはい、まあ、ね、そうですよね。 あともしあの今何してんのとかって言われた時に「学生、はい、学生」学生とかって答えられずに働いてんだっていうのが恥ずかしいとかっていうのがあるのかなともちょっと思ったんですけどんううな,なんかもう僕とかから思うとなんか堂々と言っちゃっていいと思うんですよね。うん、いや<あ>俺 日常で就職しなきゃいけなくてさ、はい、でも頑張って働いてんだよって、なんか堂々と言っちゃっていいと思うんですけどね。うんうん、ああ、私もそれは同感です。はい。なんか言いつくろうのは一番良くないなと思います。うううんうん、うん、はい、自分は勉強ができないわけではないですってご自身でおっしゃってるわけですし、はい、そ学習能力とか、だから仕事を覚える能力とか。うん そういう自信を持って今お仕事なさってるんだったらうん、うん、もうどううことしてればいいんじゃないかなと思いますね。うんうんうん思います。はい。あと、うん、この方はまだ成人式を迎えるっていうところなんでまだお気づきにならないでしょうけど、うん、もう30、35とかそうやって年をっていくごとに。うん、はい 学歴なんて関係ねえなあっていう瞬間が何度も何度も訪れるんですよね。うん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 、うんはい。だから、もう成人式の時ぐらいは別にちょっと恥ずかしがったっていいじゃんとかとも思いますし,あしバカに、それでバカにする人はほっとけばいいじゃんとも思います。そうですね。本当そう思います。はい。はい、<laughs> ね。 もうそんな学歴重視主義やめましょうね。うん。そうです。いろ,いろんな生き方してる人いるんだから、うんね。はい。本当に大学行ってなくてもめちゃくちゃ素晴らしい人は社会人になってみると周りにめっちゃたくさんいますし。うん、逆に大学行ったからって私も特に何も学んできたわけではないし。はい、別になんかすごい大学に行ったわけでもないけど。 大卒って、まあ、言えるみたいなのはなんか今のなんか学歴差別で何か起こってますよね,うですね正直イメージがうん<ー>う時代が経つにつれて本当にだんだんそういうイメージとかっていうのはなんか薄れてってる気もしますし本当に気にしなくていいと思いますそうですねうんあ、思い出したちょっと ID 非公開さんいいい一例があるので、はい、ご紹介しますはいえー、私の弟なんですが、えー、中学校時代からストリート系の文化にはまってもうそういう服を買ったりスケボーを乗ったり、うん、いろいろして、うん、もう町の人気者になっちゃってで中学卒業した後何を どうなったかというとなんと3つの服屋さんからスカウトされそのうちの1つに中卒で就職しまして、うん、ですぐに実績を上げ新店舗を出す時には店長を任され、うん、あのその会社の高卒の人よりも給料が良いという <laughs> <ー> <laughs> そんな感じになっちゃいました <laughs> 僕のと <noise> <い>はい。 今もファッション関係の仕事してます。はい、儲かってるみたいです。うんうん、すごいですね。ね <laughs> ということでね。あの学歴だけじゃないんだぞの一例です。はい。まあ、そんな人もいるんで。ね。うん。うん。うん。見せず行きましょうってことですかね。はい、はい、私の友達も。なんか東大受験したけど。はい、東大一本で受けて、落ちちゃったから。はいはい、そのまま高卒で。働いてるって言ってて。 リクルートとか、大手の会社ですごい活躍してる方もいらっしゃるので、そうなんですねその方も、うん、同じように頭が良くて、でも大学は行ってないっていうパターンだと思うので、もう全く関係ないと思います。やる気と努力さえあれば、もうなんかになりますよね。うんうん、そうです、ね。こんのとは違うやつになってる可能性もありますけど、人生のは、はい。 けど、なってますよね。やっぱり頑張はい。ということで、成人式はこんな簡単な気持ちで乗り越えていきましょう。いきましょう。いこで、これが我々の答えになります。はい。はい。ということで、今回はお開きということで、はい。また次回の配信でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。さなさん。ありがとうございました。 Ta-da!